まだまだ攻略のしがいあるね。ですね。マジか、いたの？びっくりした、レポート入って。来る。貨物。ゲン・オラフさん。終わりか。おう。ありがとうございます。はい、強い。いいね、うん。まあ、容赦なく。はい。はい。はい、いや、これ、100点です。うん、いや、素晴らしい。対戦も1個ありました。宿舎前ですね。ああ。宿舎前らへん。宿舎前、誰もいなかったと思いましたが。そうね、メインエンジンアペルがなんか、やたらと湧いてる。多分、今の時間軸って、宿舎前じゃないと押せない。押せない。そこが最速だよね。うん。ボタンにたどり着いたときに、あと2秒で押せるっていうタイミングだったんで、うん、本当に最速です。OK です。宿舎前の方がおられても、多分、竹尾さん見えないぐらいのスピードですよ、多分。うん、マジで、やっぱ 1.25 速いっすね、ちょっと。はい、うん。びっくりした。まあ、語ることもないんで。はい、じゃあ、はい、スキップ最後押しますね。はい。はい。はい。あ、素晴らしい。早回しだ。え？昇格できなくてよかったな。メインホール。富士宮さんでしたね。今ね、あ、やっぱ確かに移動早いな。飛んでった。飛んでったぞ。おお。うん、素晴らしい。素晴らしい。最高じゃね？最高っすね。うん。妊婦さん辛いだろうな。いやらしい。容赦なく押してました。うん、私は藤宮さんとエンジンルームですれ違った時、これを押しに行ったなと思いましたね。いや、怖かったな。バチクソいいボタン。まあ、そんな怪しい人もいなかったですね。うん。うん、現状はいない。さんが怪しいです。誰？Kさん。Kさん。Kさんが怪しい。ああ、金庫やってましたね、慎太郎さん。再チャレンジ。飛んでくの怖いんで。これで死ぬのか。ほぼ40秒弱ぐらいだと思うんですけど。直近見てんな。藤宮さん、あの診察室で見ましたね。お、あそこにいたわ。うん、多分最終目撃オラフくんじゃないか。ピカクロス高田が先に抜けてるはず。あ、そうか。あ、ゲンさんが下ってレポートか、これ。貨物室側から下ったゲンさん。あ、ゲンボタン押しです。ボタンボタンボタン。あれ誰か下らなかった貨物室側。ハイブリハイブリ。ハイブリなんやけど。ハイブリがピカクロス、高田健士の順番で見ており、その前の停電を藤宮さんと一緒に直していて、藤宮さんがいたことも分かっているんだけど、そのまま、なんだ、間のシャワー室じゃないや、なんか、コード入力するとこあるやん。はい。あそこにいるところでエマージェンシーです。貨物室まで藤宮さんを見たってことですね。貨物室での停電を2人で直し、はい、その後ハイブリが、下に降りたときにピカクロス高田健士とすれ違いです。
じゃあ、そうだよね、2人はどうです？いや、多分合ってると思うよ。多分合ってるんじゃないかな。そうな、俺とピカクロスが若干前で、俺が後ろで貨物室側に入って、うん、多分ハイブリさんがじゃあ下に下ってって、俺金庫側に行って、そうそうそう、最後慎太郎も金庫側に来てを。そうそう、見てる見てる見てる。2人は見てます？藤野さん。見てる。診察室にいたはず。診察室で、僕と、ピカさんと高田さんもいましたっけ？俺電気室、いや俺は、診察も通り抜けただけ俺は。そう。じゃあでその後通り抜けるときに藤宮さんゴミ捨てやってたんだよ。で停電が入って多分停電直しに上がったんだと思うんだよね。うん、はい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 。だ藤宮さんの目撃情報としてはハイブリが停電で、ピカ君ケンシーが見てオラフ君が最初最後かな。僕が最後に診察室出たと思います。で、貨物室の真ん中ぐらいでボタンって感じです。なんか、お互いでこの人キルできないとかって証明し合える人っています？ピカは無理か。高田さんが無理ぐらい。ピカ、高田は無理。ピカクロスさんがもう貨物室に先に抜けてたなら無理だと思います。うん。僕も無理じゃない多分。あ、まあ、慎太郎も無理そう、俺して。厳しそう。慎太郎さん上から来てるから、藤宮さんが上に抜けてない限りは無理。うん、いいっすね、いいっすね。あ、1個だけ。はい。あ、どうぞどうぞ。いくらでいいですか。私シャワー室からエレクトリカの右側まで行ってるんですけど、そこまでそっち側には2人来てないっぽいです。そっちにはないです。ああなるほどね、はい、じゃあもう確実に貨物か診察室あたりでしか死んでない。うん、元です。元と K さんも無理です。無理です。ミーティングルームにお二人で向かって、はい、ああいいね。じゃあオラフ君ハイブリさんの2人が可能で、竹尾さんは？僕はキッチンです。で、ただハイブリオラフ君も見ていないので、オラフ君もハイブリ見てないはずなんだけど。はい、見てないです。だったら俺もキロのはず。お、竹尾さんは結局どうやったっけ？キッチンだった。キッチンなんじゃない？キッチンか。キコキッチンっていう。あ、そうですね。シンプルに浮いてはいます。オッケーです。うん、まあ、期待こそありましたが、鹿島、うおぉ。あ、ゴミ捨てだけやるか。あ、ハンバーガーもやるか。あ、変わった。ベタレタ。あ、違う。くそ。焦るわーこれ。超いいボタン、ありがとうございます。どうぞ。一回もう一回整理しましょうか。はい、まず容疑者位置の、絞り込みなんだけど、まずピカクロス、おそらくみんなの話を総合すると、ハイブリーさんとオラフ君の2択で大丈夫そう。そこがなんか違う違う違う。ハイブリから言うと、オラフ君とハイブリは会っていないので、剣士の後ろにオラフ君がいたんだよね。はい、いや、わかんない。俺の後ろにいたかどうかすらもわからない。なので、オラフ君が貨物室の方に来てたんだったら、ハイブリとすれ違っているはずなのね。ハイブリが反抗していたら。はい。うん、なので、うんうんうん、でただ僕とハイ、オラフ君は会っていないということをオラフ君からも、取れたので、ハイブリは白です。ハイブリさんはどこら辺にいたんですかね。貨物室に最後いたんですか。貨物室で停電直し、トイレキュポキュポして、その後もう一度貨物室に戻って行動入力を確認中でした。いい、それだって僕3人ぐらいいたと思うんですよ、貨物室に。でもそこは白証明し合えてる。だからピカタカだしか僕は見ていない。行動入力中にもしオラフ君が入ってたら僕は分かんない。ピカさん、タカダさん、オラフ君見てるんですか。ピカクロスが確認してる。多分診察室でいたんじゃない。そう、心電図、あ、そう、心電図にいるところを確認してて、私がそれを残して先に行って、後ろから高田さんがついてきてる感じだった。じゃあ全然可能って感じですね。そう、で、その後、そこに、藤宮さんがゴミ捨てをやっていたって感じかな。だから、ローラーするんだったらハイブリカの提案で申し訳ないんですが、竹尾さんが単独で証明取れないのと、その次オラフ君で、はい、3人ハイブリまでが心配だったらハイブリまでローラーはいいんだけど、順番としては竹尾、オラフ、ハイブリを提案する。あ、いいと思いますね、僕も結構それで。僕が最初なんですか。あ、すいません、1個。あ、もう。いや、いいです。いいよ、いいよ。あ、すいません、僕、
診察室で心電図見てたんですけど、その時藤宮さん見てないんですよ。最後まで僕心電図見てて、で誰もいない状況で貨物室まで行ってて、もしかしたら藤宮さんが電気室の方に行ってる可能性とかないんですか？え、その時って死んでたんですか？そういえば。あ、そう、死んでなかったです。僕が心電図見てた時は死んでなかったんで、そのまま貨物室の方に行ったって感じです。何秒前に見て死んでなかった？何秒前に行って死んでなかった。まあ、10秒か8秒ぐらいですかね。診察室の心電図から貨物室の真ん中まで行くぐらいの秒って何秒で行けます？時計さん、いや、1.25 倍です。1.25 だから分かんないから。でも OK、なんとなくは分かって。あ、だから、あ、じゃあ、私も容疑者に入るのであれば、4になっちゃうから、ローラーしない。大丈夫、大丈夫。サントさん、僕見てるもん。あの、エンジンルームですれ違ったでしょ、確か。停電中かなんかだと思うんですけど。シェルカルはどこにいるだろう、これ。うん、僕オラフ君に入れちゃった。はい、あのローラーし始めて僕もいいと思います。うん、おマジかや。竹雄さんの話は明日もうちょっと聞きたいと思いました。申し訳ない、申し訳ない。いやもう多分僕が取れた方が整理できると思うんで。トイレのこっちじゃないのか、これか。で、下品なタスク、はい。でダウンロード、むずいな。まあ竹雄さんがまだ浮き市とはいえ話あんまり聞けてなかったんで、うん、なんか発言量のバランス的にオラフさんからになっちゃったっていう私の感想です。はい。源です。高田さんが、リアクター右の弁当に入っていくのを見ました。お肉の前でリアクターってリアクターなんてとか。あ、今鳴ってるサボタージュのやつですね。あ、そうですね。あ、はいはい、昇降機のとこですね。はい、昇降機どっち側ですか？右側ですね。はい、右側私直そうとして、はい、あ、ごめんなさい、源さんどこいました？今言った場所にいました。え、ごめんなさい、どこ？え、だからリアクターの右のはしごから。どの辺、まあ、上の方ですかね。あー。はしごちょうど降りるぐらいのところに、ひらがなの高田健志っていうのが見えたの。あー、そういうことか。はい。一応、エンジンルームで右側のリアクター直しに行くピカクロス君とはすれ違って いたので、ハイブリは左側を直していて、それを見てくれてる人が誰かいるはずです。あ、僕見てます。私も見ました。ありがとうございます。はあ、これや、そういうこと？上から見えるんですよね。上から、これ下から見えないけど、上からは見えるんだ。そうなんですよ。そう、私、それこそ私、ピカさんに前それやられた気がします、逆に。だから、バンドたちはね。あ、そうなのこれ。そうなんですよ。はあ。まだまだ攻略の違いあるね。ですね。マジか、いたの？びっくりした、レポート入って。ああ。しかも終わるのか。あと、素晴らしい。これね、いや、見えるの、そう。インポスターやって思ったんですけど、キルできない。ここまでがっつり押されると。速度普通でいいんじゃないですか？いや、あの、じゃなくて、ボタンのタイミングが神がかりすぎてて、クールたまったら、タイミングも完璧でしたよ。ボタン、クールたまったら、強かった、ちゃんと詰まった。マジでキルできない。いや、めちゃくちゃグレートなタイミングでゲンさんが駆け込んできてて、私目線。見える位置だと思って。マジか。早い。俺して、マジ、あ、よっしゃ、ピカクロス一人は絶対バレないと思って、キルした瞬間ぐらいでレポート入ったから、え、意味がわかんない。いや、これは確かに。いや、やっぱボタン意識が高いのがやっぱクルーは強いっすよ。めっちゃしんどかったら。キル抑制になってますよね、めっちゃ。あ、すごいな。いや僕も申し訳ないっす。あ、いやでもね、でもオラフさんは別になんか黒かったから釣ったというよりは、なんか発言量のバランスでした、私は。竹雄さんの話あんまり聞いてなかった気がしたんで、あ、そう、確かに理由でオラフさんの方優先したって感じ。なんか白黒さはそんななかったです。はい。いや、つらこれ。ちなみに藤宮さんどこでした？診療所？
神殿図上らへんですか、ね、神殿図前上らへん。決まったって思ったらボタン押されてしまってだいぶ詰まっちゃったんで。あ、そうね。時間かかれば分かんなくなってたけど。これ怖。いや、やばい。じゃあ次行きます。はい、はい、お願いします。お願いします。